女の執念一方は悪者どもに縛られて街道寄りの茶店に放り込まれたおみやそのまま任せきった姿で展開してゆく次の運命を待ちましたやや半時ばかり小鳥と戸をこじ開けて入ってきた覆面の武士があります泥棒ガンを差し向けて丸い明かりの中に おみやの痛々しくも縛られた姿が浮くのを見定めると、岩洞を板の間に置いてまずサルムツバを解いてやりました。あ、そのままおみやは口をききました。縛られていたいというのか。え、縛られていないとかえって変になります。おみやは体をねじ曲げるように縄を解く手を振りもぎりました。トノはもうここへ来ないかもしれんぞ。 覆面武士はそんなことを言うのです「でもお前はうぬぼれが強い」「でも私は若君様のお手でこの縄を解いてもらいたいというのかバカめ」「覆面の武士は噛んで吐き出すように言いながら岩洞を取り上げました」「若君様が解いてくださらなかったらそれまでのこと私は10日でも20日でもお待ち申します」お宮は縛られたまま、 もだえして泣きいるのです。十五日もおかごのあとへついてきてみおを田舎娘にさらわれてはたわいがないそれならもう少しがまんしてみるがいいおみやはうなずきました涙は再現もなくほを笑いますがそれを払うすべもありませんそれでは行くぞ俺はもう来ないつもりだうかうかすると早立ちに遅れるさらばだ黒部様なんだ 大きな声で人の名なんか呼ぶないかに箱根の山中でもどこで誰が聞いていようも知れぬ若君様をご無事に江戸へお立たせくださいませ何を言う間違えば三十二万石のお家の大事わかっている馬鹿な女だ黒部と言われた武家は願堂を下げて箱根の町へ上りの道を急ぎますそれから間もなく お雪を引っかついだ聖之助が茶店の裏にたどり着きましたしばらくここで待ってくれ司祭はどうあろうが宮をそのままには捨ておけない囁くように言いながら足の不自由なお雪を軒の下に静かに寝かして聖之助は扉を開けてそろりと茶店の中へ滑り込みましたその時は秋の夜もようやく開けて空から差し込む最初の光に

めちゃめちゃな縄を解いてやりましたありがとうございます若君様何を申すのださあ参ろうい子こえ知れたことそちを連れて鳥取へ帰るのだまあ驚くことはない始めからその約束ではないか清之助はお宮を助け起こして店の外へ出ようとしたのです若君様なんだ お宮の改まった言葉に聖之助はぎょっとした心持ちで立ち止まりました。私は偽りものでございます。この宮は世にも不中ものでございます。お許しくださいませ。お宮はへたへたと敷居際にわにくず折れて身もよもあらぬように泣きじゃくるのです。何を思うのだ。 私は人に頼まれて若君様を取り返しのつかぬ道にお誘い申しました。若君様ご執筆の途中からご本国に引き返させ上様ご不況をこうむらせられるよう運ぶのが私の仕事でございました。若君様はこの度のご祝言をことごとくお嫌い遊ばしともかく地母様のことをお好み遊ばされ。 何かと変わったご行情のあるのを良いことにしてのっぴきならぬ細工をして私を使ったのでございます若君様にこのご祝言お嫌いの素振りでもあれば抗議のお咎め上様のご不況は目に見えております軽くて押し込め陰居重くばお宮はごくりとかたずも飲みます危うい瀬戸際まで三十万億の大衆をおびき出した自分の罪の恐ろしさに肝を冷やしたのでしょう 清之助は黙ってその続きを促しました「でも若君様のお心映え危ういことをご承知でここまでこの宮の縄を時においでだされ一緒に逃げようとおっしゃるお言葉を承ってはこの上お騙し申し上げる力もございません若君様まっすぐに夜の明けぬうちに箱根ご本人にお帰り遊ばしませんこの宮は言いさしてお宮は」。 正之助の一刀を引き抜きざま、自分で自分の胸へがばと突っ立てたのです。あ、はやまるな、ミア。言ったところでもう追付きません。正之助はミアを引き起こして、せめてもの顔をつくづくと見ありました。若君様をお仕立て申し上げるばかりに、ミアはこのような大それた悪事に肩いたしました。でも若君様のお示しを受けたまわると、この上おだまし申し上げては。 神仏のも恐ろしのます息も絶え絶えの深夜は聖之助の膝に取りすがって涙とともに懺悔するのですかわいそうなことをしたなこれは喜んでだまされるつもりでいたのに若君様心配するなそちの罪ではないただこれだけは言ってくれそちにこのようなことをさせたのは誰だこの聖之助を邪魔にするのは誰だ 黒部織部様佐藤良妻。まだ他にも二、三人宮の声は次第にか細くなってわずかに清之助の耳元にささやきますよーくわかった黒部らは清之助の老いを擁立しようともくろんでいる一般の聞け者その他は思いのよらぬ一門の誰かれ。清之助は敵の勘悪院険など を聞いてあまりの『ことにまじりを決しすこのまま悪人どもに喜ばせてなろうかよしそれならば!』まっすぐに江戸に乗り込んで民語とその裏を書いてやろうという気になったのですお宮の父潮に現れて若い殿様はロマンティックな夢も覚めてしまいました容易に英雄的な気持ちになれる 子供らしい冒険癖もこのあたりで習字夫を打たなければならなかったでしょう。一夜の夢。外へ出てみるとそこにまたしてあったはずのお雪の姿は見えません。少し行くと福麺の怪異な武士が一人清之助の前に立ちふさがってあからさまな怪異をキラキラとそのマナコに光らせております。宮は死んだ。 赤い女のバカなのは手のつけようがないがここは通れまいぞ聞き覚えがある含み声箱根町の本陣に明けきらぬうちに帰ろうという清之助をここに食い止めて自分たちの野望を遂げるつもりでしょう「古い者下がれ!」清之助は一刀の塚に手をかけて叱咤しました「まだ旅人は通らない」「心配するな」「殿は箱根のご本陣で」 九秒で破壊したことにしてやる。俺がこの手を挙げさえすれば、気の毒だがトノの命は一瞬にしてなくなる。よいか、待てしばしもありません。最後の一挙に事を決するつもりらしく、覆面の武士の左手がさっと上がると、ほう！うどこから飛んできたか一本のそや。正之助の方をかすめる余波に、向かい合って立った覆面武士ののど部へ。 ざぶと釣ったったのです。正之助は黙ってそこを離れました。覆面武士の姿も大方分かっておりますが、次第に山道は明るくなって、駅路の馬の鈴も聞こえてきました。そこから箱根までざっと上り一里、取り乱した気流しの風停で、正之助はどうして箱根までたどれるものでしょう。腰はてて小陰に佇んだまま、旅人の目を やり過ごしていると、箱根の方から来た大名籠が一丁、ピタリと聖之助の前にとまって、籠脇の武士が一人、お迎えに参じました。第一に指をつくのです。紛れもないそれは、近中の王座と金目。金目か、大意であったの。殿には夜のお道をごらん遊ばし、このあたりにお休みの趣、 ゆきと申す娘が教えてくれました。それは上々清之助が乗ると籠は宙を飛んで箱根へこうして何もかもが一夜の夢と明けてしまったのです箱根の席を越えてその晩は藤沢泊まり明くる日はわざと川崎泊まり3日目の朝池田清之助の行列は意義堂々品川から高輪へ入って行きました ちち若い聖之助の記憶を去らないのは箱根で死んだお宮のこととそれから氷然として現れて氷然として去った不思議な少女おゆきのことですが32万億の格式になっては、それをどうすることもできません。高輪の大木戸まで行くと将軍家格別のおぼししで新たに聖之助の嫁御料になるべき京姫君を 出迎えに差し出しました奥女中が数十人老臣たち警護の武士数百人その厳かにも美しい出迎えの中に将軍家なり五十四番目の末の娘京姫はキャラの匂いをくんじ品種の袖をたたんでつつましくえしゃくしておりますこれはこれはお出迎えご苦労に存じまするふと 聖之助のあげた顔が恥じらいがちな杏姫の視線と旗と合いました干支で評判の鬼姫謎仁三化け七の凄まじい器量であろうと覚悟を決めて見た聖之助は思わず「ほっ!」と簡単の声を漏らしたのです美しさも抜群ですがそれよりも聖之助を驚かしたのは 紅おしろいに美しく装いこらしてはおりますがそれは紛れもなく箱根で一晩の冒険を共にした敵討ちの娘のおゆきその人に間違いもなかったのでした清之助は夢心地に江戸屋敷に入り夢心地に京姫と祝言し夢心地に稲葉の神成利となりました成利創世の後 京姫にはまだ残る話はありますが、それはこの題目の他のことです。京姫、将軍義成の姫君ともあろうものが、どうして箱根で一世の冒険に加わったか。それは聖之助が忠実な近親王座と金目から聞いたところによると、聖之助の行状は、 恩密の手からことごとく幕府に知れ同時に黒部織部の陰謀も筒抜けに知れていたため幕府の心を聞きたる者が池田家の老身と坊を通じ江戸の女役者で京姫によく似た者を説き伏せ同じ歌舞伎役者の誰かれを早川弥五郎に噴させ清之助の喜癖とロマンティックな夢の赴くままにあんな芝居を一幕 お宮の誘惑を頓挫させ、黒部織部の読刑の裏を書いたのではあるまいかということでした。聖之助の陰馬の神成俊は、そんな都合のよい弁解やこしらえごとが可能であったにしても、やはりおゆきは日姫それ自身であったに違いないと信じておりました。ただ一生それを口にしなかっただけのことです。それは一国の大使としてのせめてもの夢だったのでしょう。 野村古道を作殿様街道昭和十七年殿様行政期1950年昭和二十五年野村古道取物専修第四巻より読み切り